ご主人がフードをしまい忘れています。ポン、隣のハスキーのせいにして食べてしまいましょう。ポン、いけません。自分で食べたのだと後で正直に言うのです。あの、食べないという選択肢は、ん、もしかしたらこれは巧妙な罠かもしれません。いいえ、ご主人がそんな姑息なことをするはずありません。ご飯だ、ご飯だ、ご飯だ。実に羨ましい性格です。おい、なぜフードが空なんだ。つい、これはしつけのためにもきちんと叱らなくてはいけません。もうめんどくせえよ、何度言っても同じだしさ、もう別によくね。もういいよ。はぁ、マジ天使っていいわけなかろうが、なかろうが。しょうがねえ、お仕置きなら私の仕事だ。よし。ああ、でもでも、犬はその場で叱らないと効果がありません。もうご主人、これは僕の経験論なんですが、悩みすぎは損をしますよ。誰のせいだと思っとるんじゃい。